今日の御言葉、ヤコブの手紙5章12節から16節。私の兄弟たち、とりわけ誓うことはやめなさい。天にかけても地にかけても他の何にかけても誓ってはいけません。あなた方のはいははい、いいえはいいえでありなさい。そうすれば裁きに遭うことはありません。あなた方の中に苦しんでいる人がいれば、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいれば、その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいれば、教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病んでいる人を救います。主はその人を立ち上がらせてくださいます。もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は癒されるために互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは働くと大きな力があります。苦しい時は祈りましょう。また病気にかかった時は他の人に祈ってもらいましょう。また自分が罪を犯した時は教会のリーダーや神の家族に祈ってもらいましょう。正しい人の祈りは働くと大きな力があります。私たちは癒されるために互いに罪を告白し合い、互いのために祈っていこうではありませんか。 All for Jesus!